皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はスターバックスから新商品が出ていたので購入してきました。早速開けてみたいと思います。今回はホットとアイスと出ていたので両方購入してみました。これがスターバックスの新作、15年ぶりに出たものらしいです。パンプキンスパイスラテ、アイスとホットです。アイスの方がこんな感じで上にホイップクリームが乗っていて、もうねちょっと壊れてしまってますけど、スターバックスから20分ぐらい今かかっています。こっちがアイスで、ホットの方ももうこんな感じで生クリーム溶けてしまった感じになります。早速ちょっと飲んでみたいと思います。今回からねストローが紙のストローに全部変わるらしいんですよね。ずっと変わるのかな。で今回オーツミルクに変更してもらいました。このかぼちゃパンプキンっていうだけでね、スカンって言ったけど、どう？なんかそこまでパンプキンっぽくない。なんかスパイスが効いてる感じがする。このスパイスがね、なんかシナモン、ジンジャー、ナツメグとクローブなんかのスパイスが入ってるみたいよ。かぼちゃのピューレにパンプキンスパイスが加わる。かぼちゃっていう感じはしない。なんかもっとかぼちゃっぽいのかと思ったけど、思ったより飲み、とっても飲みやすいですこれ。で今回はなんかね、15年ぶりに復活した、アメリカでは毎年これ定番で出てるらしいんですけど、日本では15年ぶりに復活したそうです。15年間飲めなかった味ってこと。かぼちゃ感ない、なんかスパイスが強めじゃん。スパイスがすごい効いてるから、あのなんかスカッとする感じ、スカッとするというか、なんか想像してた味と全然違う。もっとかぼちゃっぽい、なんかかぼちゃパンプキンスープみたいなのかなと思って購入したんですが、これだったらねちょっとなんか出されたら、あのかぼちゃっていうのは全然わからないと思う。どちらかというとスパイスが効いてる感じかな。今回はこのパンプキンスパイスラテの他に7種類フードが出ていたので、そちらの方もご紹介したいと思います。フードというかね、あのスイーツというか、スイーツとフードですよね。今から開封して食べてみたいと思います。まず最初がこれ、洋梨とミルクティーのパンナコッタ、460円です。あ、すごいやわやわ。シールを押します。中がどんなになってるかな。あ、すごいやわやわ、めっちゃやわやわですよ。中がこんな感じになっています。あ、取れない、こんな感じになってます。下になんかクッキー生地みたいなのがあって、パンナコッタかな。そして上に洋梨が乗ってる感じです。すごい綺麗な層になってて美味しそうね。パンナコッタよね、このブルンブルンしてるの。ミルクティーのパンナコッタ、ミルクティーのパン、白いところと、ほらその上にホイップクリーム、その上に洋梨、もうとろけるようなブチュって感じ。洋梨の口の中でミルクティーがとろける。あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。で一番下にはクッキー、うん、で下は食べ応えがあるけど、なんかもうスッと入る、なんかスッと入る、すっごいなんかゆるゆるな感じゆるゆるな感じしたい関係、とろける感じ。パンナコッタがなんかもう優しい風味、うん、ミルクティーが口の中で、ミルクティーになってる口の中で、これ美味しい、めっちゃ美味しい。しかも重くない、軽い、軽い、食べる、もうこれ1個ペロッと食べれる感じ。なんか切った時はね大きそうかなと思ったけど、パンナコッタがもう口の中でとろける、うん、スルスルとろける感じ、美味しい。でこのドリンクも合う、甘さ控えめだからしっかり合うよね、このドリンクと、うん、次がフランス産のアップルタルト、リンゴが綺麗に層になってますよ、ほら。ちょっと真ん中から切ってみますね。あ、これもやわやわ、すごい柔らかくて、リンゴがなんかざっくりいってしまいそう。おっと、下はねちょっと固め、で中の断面図がこんな感じです。断面図がこんな感じ、下がしっかりしてて、上にしっとりしたリンゴの層が乗ってる感じです。フランス産のアップルタルトも綺麗な層で、リンゴがね綺麗に切ってあるよね当たり前だけど、抜
ターの風味豊かなタルト生地にアップルコンポートを乗せてスライスした生のアップルをきれいに敷き詰めました。うん、美味しい。バター感がある。バター感がなんか酸味が、リンゴの酸味がなんかいい感じに、バターと合ってるよね。少し酸味がある、歯ごたえもあって、でも薄くない普通のより。このアップルパイ薄くない？あ、なんか生地が、ね、うん、生地がちょっと薄い。普通やったら分厚いけど、薄いけど食べやすい。食べやすい、すごい美味しい。リンゴがかなり乗っとるけん、なんか爽やかな感じ。うん、爽やかな感じ、美味しい。次がスイートポテトバーです。ポテトが上に乗ってる。これもね、ちょっとやわい感じがする。で、表面がこんな感じです。断面図がこんな感じ。ポテトが入ってて、3層、1、2、3層、4層、5層になってるかな。あ、ポテトがいっぱい入ってて美味しそう。あ、芋って感じ、芋って感じ、中のかなり濃厚な感じ。さつまいも、さつまいもって感じ、すごい。でも甘い、少しね。なんかさつまいものペーストと大豆などを混ぜ込んだ生地にキャラメルフィーリングとさつまいもフィーリングを重ね、さつまいもの大豆をトッピングして仕上げる。うん、もう芋って感じやもん。隠し味にシナモン、あ、シナモンが入っとる、がさつまいもの風味を引き立てています。なんかギュッと詰まった感じ、ギュッと詰まった感じ、なんかね、口にくっつく感じ、かなり濃厚。口の中に。でもこれが一番なんかドリンクと合うような感じはする。あ、だってシナモンが入ってるから、うん、これと合う。すごいなんか甘いけど、こっちがすっきりしてるからすごくこれと合う。美味しい。次がオレンジ&チョコレートバーです。これはちょっと固め、しっかりしてますよ。なんか断面図がこんな感じです。オレンジが入ってるのかな。こんな感じの断面になります。オレンジがね、綺麗に乗ってて、すごい濃厚なチョコレートっていう感じよね。これチョコレートチャンク、オレンジピールなどを混ぜ込んだチョコレート生地にオレンジフィーリング、チョコレートフィーリングを重ね、オレンジスライスをトッピングして、あれ、爽やかな酸味のオレンジとほろ苦いチョコレートのハーモニー。オレンジチョコってあるやん、なんかなんかオレンジチョコみたい。かなり濃厚、なんかくっつく、くっつく、水分が取られる。口の中がもうこれでいっぱいになる感じよ。チョコレートがかなり濃いめ。チョコレートが、コーヒーに合いそう。あ、コーヒーに合いそうだけど、でもこれにも合う。これがすっきりしとったからよかったよね。さっきの芋のとこのチョコレートのめっちゃ濃厚、濃厚、口の中中なんかくっつく感じがする。でも美味しいです。次がパンプキンスコーンです。パンプキンの上になんかチョコレートがついてる感じで、上がかぼちゃの種が乗っていて、あ、さっくりしてる。断面がこんな感じ、めっちゃ美味しそう。色も綺麗だし、このパンプキンスコーンも口の中の水分を奪われそうな気がする。これこの種のところがおしゃれでいいよね。上にチョコレートも乗ってる。あ、スコーンの味、でもちょっとスコーンというかあれが入ってるよね、あのかぼちゃ。生地の中にパンプキンの角切りとかペーストが入ってる。あの、かぼちゃ感がある。あ、これ結構かぼちゃ感がある。かぼちゃ感がある。なんかお野菜パンみたい。後味がかぼちゃ、うん、なんか食べてる時は感じないけど、後味がかぼちゃ、うん、口の中の水分をめっちゃ奪われるって感じ。これは普通のミルクと食べたら美味しいかも。ミルクを飲みながら食べたらめっちゃ美味しいかも。これかなり喉か。これ朝食に向き、朝食に向きっていうか朝食の時にいいかも、これ。うん、でも美味しい。秋っぽい。秋っぽいよね。次がこちらが3種類のキノコとチキン、石窯フィローネ。中に入ってるのがね、こんな感じの、すごいなんかびっしり入ってる。断面がちょっと気をつけて切らないと中が出てきちゃう感じがする。なんか断面図がこのようになります。中にいっぱいキノコが入ってる。これ温めた方が美味しいかもしれないけど、もう今日はこのままいってみます。うん、おいしい。まあなんか具がいっぱい、スパイシーな味がする。なんかアヒージョの味をイメージしてある。アヒージョ、なんかオイル分も入ってるし。あ、そうそう、なんか石窯で焼き上げたフィローネにオリーブ
イルを塗ってある。あ、そんな感じ。お腹いっぱいになるよ。きのこがブナシメジ、エリンギ、マッシュルーム。ブナシメジ、エリンギ、マッシュルーム、うん、と、きのことチキンとポテト。食感がすごくいい。なんか旨味が出る、旨味成分が出口の中で旨味成分が出てくる。外はサク、中はふわり、軽い食感、うん、でもね、これ食べたらなんかお腹いっぱいになりそう。まあ、オリーブオイルも効いとるし、うん、あ、なんかアヒージョ、アヒージョをイメージしてあるのかな。あ、そんな感じ。ニンニクで香り付けられたオリーブオイルが使ってある、うん、ニンニクも入ってるから、うん、あのすごい食べた感もある。これかなり口に広がる、口の中に広がる。口の中にも広がるけど、体全体に広がってなんかもうお腹いっぱいですみたいな感じになるかな。これは朝にもいいし、昼食のランチにもこれ向いてると思う。美味しい。次が秋野菜とチキン、サラダラップがこんな感じです、はい、真ん中を切ってみます。ザクって言ってる、ザクって。中がこんな感じ、お野菜がめちゃくちゃいっぱい入ってる。すごい萌え断、もうお野菜がね、いっぱい入って詰まってるっていう感じ。チーズで和えたチキンとキノコ、ブナシメジ、エリンギ、レタス、ごぼう、レンコン、かぼちゃ、人参、穀物サラダ、ブロッコリー、穀物玉ねぎ、ライス、ポテト、パルメザンチーズ、かぼちゃペーストを配合したトルティーヤで包みました。そんなん入っとると、めっちゃ入っとる。秋野菜がごぼう、人参、え、まだ入っとると。違う、秋野菜はごぼう、人参、ブナシメジ、ポテト、かぼちゃ。めっちゃ入っとる。ここにかぼちゃの丸ごと、めっちゃ大きなかぼちゃが入っとる。ほら、なんかかぼちゃが入ってるだけで秋っぽい。うん、秋っぽいよね。で、ちょっとね、甘い。うん、これも美味しい。全体的に今回のフードとあのケーキというかスイーツ、どれもちょっと秋っぽい感じで美味しかったです。似たような感じじゃなくて、それぞれになんかね、特徴があって、とても楽しい新商品でした。今回はスターバックスに行ったら、いつも来ていただいてありがとうございまして、こんなのいただきました。これね、なんか人魚がついてるんですよ。この人魚がついてるの、最初のあの動画の前に撮ったいろんなあのグッズが今販売されてるんですけど、その中の一つのコーヒーらしいです。これはね、また機会があるときに紙パックで入れるって言われたので、紙パックで入れて飲んでみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。